きなり。なんでだろうな。これから何かを起こるようなねえ。何もね、こんなガーンってやったわけでもない。うん、困ったね。そうだよね。私のギターがいい加減だから、浩平ちゃんのギターがないとすごくプレッシャーなんですけど。いや、これある意味、今日はもうチーフの、ギターのね、頑張るよ。そうそうそう、本当に困っちゃうな。本当、みんな困っちゃう。頼りっきりだからね。本当にそれが今日は頼らないで行こうっていう暗示なのかもしれない。いきなり譜面を探さないかんっていうこの大丈夫、今まで譜面なんか見ないんだけど、うん、頑張ってやれそう。すいませんね、こんないきなりハプニングが生まれて初めてです。ちょっと考えられない。抜けるわけにはいかない。ちょっと、でもちょっといるね、絶対ね。何もね。いや、不明は？不明も絶対いるね、これね。ごめんなさいね。え？またね。ねえ、そんだけチーフが今やる気になってるんですから、ね、みんなで応援してください。よろしくお願いします。やればできるんですよ。大丈夫。スイッチ入ってる。もうチーフのスイッチの入ったのすぐ見えるから ね。よろしくお願いします。はい。4ヶ月ぶりぐらいになるのかな、キマジロのステージがね。そうですね。だいぶ空きましたね。だいぶ空いちゃったもんね。イエローアルマジロってあったのかって ね、忘れ去られてしまいがちになりがちなんですが、ちゃんと、イエローアルマジロは、ね、存続しておりますので、ね、これからもよろしくお願いいたします、ね、ということで、エルヴィスをね、まず3曲、はい、ね、行ってみたいと思います。まずは浩平ちゃんから、はい、はい、これ新曲ですね、新ネタっていう、新ネタ、新ネタです。How many?
The road sure into the sea, darling, so it goes. Something serves them to be. Take my hand, take my heart,
りあえず、ね、とりあえず、とりあえず、はい、エルビスが終わりました。やっと4曲、やっと4曲。もうなんかもう、なんか表情が作れないわ、私。わばっちゃって。ね。で、こっから CCR に。今日はあの、いろいろ考えた構成を、はい、CCR3 曲続けていっちゃいます。はい、まずは服部さんから、はい、で、山田さんに行って私に帰ってくるというね。まずは服部さん、はい、thank you.
そしてブルースハープと、ね、ボーカル、ね、信山田そして私の隣で、ね、ギターの弦を1曲目から切った浩平ちゃんでーす。私がね、あの
バンマス、あのステージで歌いたいだけでね、バンマスやっておりますが、ねえ、もうちょっとね、ちょっとギター練習しておけばよかったと思って、こういうこともあるんだね。そういうことですよ。ね、今の形だけじゃダメなんですね。ということで、これからはちゃんとギターの練習します。チーフさんちゃんでーす。そして、うちの子一点ボーカル、ね、いつも言ってます。マダム・ショーコーが突然切れるとね、チューニングが狂うぞ。チューニングは狂っちゃうよね、はい、一度あの駒ヶ根で、あのステージ中に切れました。イエローアンバー、私はあんまり聞かないんで、その時あの基本PA の境田さんはビッと全部要はね、もう音が狂うからダメだ。すかさず反応にしてくれました。いや、だからあとはチーフのギターで頑張る。そんなことがありましたね。それをなんかポッと思い出したんですけど、坂井さんは元気にしてるでしょうかね。はい、それでは行きましょう。はい、お願いします。じゃあ踊ってください。ローズガーデンお願いします。Thank you.
曲お付き合いください。アクトナチュラル。昇格した、ね、マダムの2曲目のね、アクトナチュラルには新ネタでした。あとなね、それでさっきね、信山田さんが歌ったロディも、ね、新ネタだったんですよ、実はね。言うの忘れてましたということで、それで次が私の 新ネタ、はいはい、これがちょっと問題作に、問題作なんですが、初お披露目ということで、よろしいでしょうか。それじゃあ行ってみましょう。I'm on a hoggy hoggy singing.
Hit me up. Ask the option. Thank you.
You're a hard-luck woman. You're a hard-luck woman.
Thank you.
Okay, man.